マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤すみかです。あなたはダイエット頑張って痩せたのにストレスでついついドカ食いしてまたリバウンドの繰り返しなんてことないですか？そこで今回の動画ではストレスから来るドカ食いを止める簡単な方法がわかるんです。もしあなたがもうイライラっとしてね、ついついストレスでドカ食いしてしまうとお困りでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ストレス食いを止める食事法についてお伝えします。では話の流れはこちらです。1つ目、なぜストレスがあるとドカ食いをしてしまうのでしょうか、その理由と、2つ目、ドカ食いを止める食材とはということで、簡単にできる食事法をお伝えします。では1つ目の項目です。なぜストレスがあるとそもそもドカ食いってしてしまうんでしょうか、その理由があります。2つありまして、その1つ目が腸内環境が乱れてしまうからなんですね。もし何か辛いこととか嫌なことがあってね、イライラっとする時ってですね、腸が動かなくなってしまうんですよ。なぜかというと、イラッとか悲しいとかそういったね、余計なストレスがかかる時って自律神経の交感神経というか優位になってしまって、常にこう緊張してしまうんですよね。ところが痩せるために必要な腸内環境を整えるためのその腸の運動ですねが緊張しちゃうとですね、動かなくなってしまうんですね。腸という臓器はですね、もうリラックス、もう楽しいとか嬉しいとか、はーってほっと一息つく時、寝てる時、そんな時がね一番動くんですよね。ですから常にストレスがかかっている方というのはもう腸が元気に動かないですよ。でプラスストレスがかかりますと、手っ取り早くそのストレスをね解消したいって脳が思うんですよね。そうするとあなたにですね、太るものを食べさせようってするわけですよ。甘いものとかね、脂っこいものとかで、ついつい食べてしまう。そうするとまた腸が汚れて、でますます腸が動かない、その負のスパイラルへと入ってしまう。なので味覚がおかしくなってしまって、やめられない、止まらない、でついては腸が疲弊するから、食べても食べてもあなたは栄養が吸収できなくなってしまって、結果痩せホルモンが作れない、でまた太る、でまた食べたくなるっていう、恐ろしいですね。もうこんな負のスパイラルへと入ってしまうわけですね。なのでストレス太りって本当にあるっていうのは納得ですよね。では2つ目の理由です。ストレスかかるとですね、この食欲が増すホルモンがもうどんどん増えてしまうんですよね。でしかもこういった食欲が増すそのホルモンを抑えるホルモンもね、セロトニンとか、まあ、別名幸せホルモンって呼ばれてますが、そういったのもここで腸がダメージを受けたことで作れなくなってしまうっていう、もうね、例えて言うならもう悪者ばっかりが増えて、正義の味方がもうね疲れ果ててるという、もう助けてあげれないっていう状態なんですよ。なのであなたはまあどんどんストレスが溜まってしまって、食欲が増して、もう抑える力も残ってないと、まあ、そういったこう悪循環になる。やっぱりストレスって本当ね、ダイエットの敵なわけです。では2つ目の項目です。そのストレスから来るドカ食いをね止めるために必要な食材ってあるんですね。もう救世主、それがどんなものかと言いますと、こちらパントテン酸といってビタミン B の一種です。でこれをしっかりとってあげることで、ここです、高ストレスホルモンを作る材料になるからなんです。もう簡単に言うと、ストレスがかかった、そのストレスがかかるところをね、もうしっかりとカバーしてくれる、まあ、戦ってくれるものですよね。ストレスの中に負けるかって、まあ、頑張ってくれるわけです。でそういったものが入っている食材を食べると、ストレスに強い体になって、しっかりとねドカ食いが止めることができるということなんですよね。満足する。でそのための食材が何かっていうと、こちらです。ちょっと一覧表を作ってみました。パントテン酸を多く含む食品になります。納豆です、まあ、大豆製品ですよね。で特にその中でも納豆がおすすめ。なぜかというと発酵食品だからです、うん、もちろん普通の大豆製品もいいんですよ。例えばお豆腐とかきな粉とかおからパウダーとかね、いろいろありますよね。油揚げとかそういったのも良いんですけれども、どうせならですね、まあ、腸が喜ぶものといえば発酵食品です。もう発酵してくれてるからね、消化吸収が楽なわけですよね。普通だったら食べてから発酵しないといけないその作業がもう
すでに発酵しているわけですからね、こういったのを上手に摂るといいです。そしてまたキノコ類も入ってますね。でキノコの中でもドカ食いした後ですね、リセットしやすいキノコってあります。それはね何かっていうと、いろんなキノコでもいいんですが、どうせ召し上がるなら舞茸がおすすめなんですね。上手にお味噌汁入れてみるとか、野菜炒めに使ってみるとか、上手に舞茸も食べてみてくださいね。そしてうなぎやイワシなどのお魚系にもこのパートテン酸入ってます。でイワシとかはね特にちょっと使いにくいなとか調理しにくいっていう方はイワシの缶詰、ただし無添加でお願いしますね。そういったものを水煮みたいな形で何かのお料理のちょい足しにするっていう形にされると取りやすいと思います。でまた鶏もも肉、これはね皮は除きます。鶏もも肉の皮なしの方、これにこのパートテン酸いっぱい入ってるので、ぜひ美味しく焼いたりね、煮たり、蒸した方が一番いいんですけどもね、召し上がってください。あとレバーもたくさん入ってますね。あと牛ヒレ肉とかチーズとかで、この中で言えば納豆とチーズが発酵食品ですからおすすめですね。そして今お伝えしたこのストレスをね対するこう強い体を作るっていう、この高ストレスホルモンの分泌を促してくれるための材料ってあります。これは材料だったんですけど、これ促す方ね、もっと分泌をどんどん良くしてくれるともっといいと思いませんか。その時にこの食材とセットで食べると、その分泌をもっともっと促してくれるっていうことがねできるんですね。で2つあります。で1つ目はビタミン C を摂ること、お野菜とかフルーツですよね、そういったのを一緒に摂るともっといいです。でまたビタミン E もいいです。例えばアーモンドとかかぼちゃとかアボカドとか、そういったビタミン C とか E をこの材料とセットで召し上がっていただきますと、さらにこの抗ストレスホルモン、ホルモンと戦えるねホルモンですよ、ストレスのねホルモンを作るのを促すことができますから、ぜひねちょっと組み合わせて召し上がってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。ストレスでドカ食い、その気持ちよくわかります。もうそういう時ってね止まらないんですよね。もうイライラとしちゃうとね、うわーって食べて、あとかなんでこんなの食べたのって思うと思います。でもそれが続くと大変なことになってしまいますから、今お伝えした、ね、ストレスに強くなるための材料を召し上がっていただくことで、ストレスから来るドカ食いをしっかりと抑えて、しかも美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せていきましょうね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。